うま、これは、ビール泥棒、もう酒泥棒です。ということでね、今日も、料理をやっていきます。簡単料理ですね。鶏肉と木綿豆腐使って美味しい料理作っていきます。やっぱり今日もね、鶏肉に味染み込ますの俺の塩島田、これも使っていきます。で、もう一種類俺のニンニク島田っていうのもあるんでね、これも使っていこうと思います。詳しくはね、概要欄で、買い方概要欄に載ってますのでね、もしよければそこから、購入していただくとありがたいです。で、あと豆板醤ですね。あとごま油、まあ、あと醤油とか、いろんなもの、醤油とオイスターソースですねも使います。まあ、ここ出てませんがね、今日も簡単料理なんでね、美味しく簡単に仕上げていきましょう。で、このネギはね、庭にプランターで植えてるネギ、これを取ってきました。で、次、木綿豆腐ですね。木綿豆腐はどうでしょう、サイコロぐらいに切ったらいいと思います。別に水抜きはしなくて結構です。そのままいきましょう。はい、で、次、生姜ですね。生姜は今回はみじん切りにします。まあ、適当な量で適当な大きさにみじん切りしてください。で、鶏肉、もも肉ですね。僕はこの筋っていうのはね、取り除きません。まあ、毎回ですけどね。そのまま焼いたらそんなに気にならないで食べれるんでね、僕はつけっぱなしでいきます。で、まあ皮もついてますね。で、ある程度、まあ、豆腐と同じぐらいの大きさですね。それぐらいに切り揃えて、それでいいと思います。で、鶏もも肉は厚みのあるとことないとこ、厚みのあるとこはこうやってね、ちょっと開いて切っていくと火の通りが一緒ぐらいになるのでね、やりやすいです。これちょっとポイントかもしれません。で、サイコロぐらいの大きさに切った鶏もも肉をボウルに入れて、俺の塩島田で下味つけますね。これのスパイスはニンニクとかオレガノ、いろんな香辛料が入ってね、もうこれ一発で決まります。なので、これがあるととても便利です。で、このままね、鶏肉に味を染み込ませてる間、そうです、ソース作りしましょう。別作業です。水に、醤油ですね。醤油、オイスターソース、砂糖を入れます。もうこれだけです。分量はだいたい1対1対1ぐらい、1対1ぐらいでいいんじゃないでしょうか。まあ、もうあとちょっと甘い方がいいなという人は、まあ砂糖多めに、うん、これぐらいでいいんじゃないでしょうか。はい、あと熱した油にね、少しこうテフロン鍋なので油は少しでいいです。少し入れて、先ほどの、島田につけた鶏もも肉、これを焼いていきます。今日は素焼きですね。ある程度放置状態しててね、で、ひっくり返していけば、こういう風に焼き目がついて美味しそう。これも味ついてるんで、このまま食ってもいいんですけどね。今日はもう一工夫していきましょう。はい、こんがりいい焼き目がついたら、刻んだ生姜を入れますね。刻んだ生姜、もうここからはね、もうかき混ぜてください。じゃないと焦げてしまうんでね、かき混ぜていきます。
で、ここで豆板醤入れますが、豆板醤入れてから、まあ、しっかり炒めてください。ここしっかり炒めることによっていい香りが出ます。そして味も移っていきますんでね。豆板醤入れた後で、この豆板醤はあんま辛いのが嫌やなっていう人は少なめに、もう辛いのが大好きな人はやっぱり多めに入れても構わないと思います。はい、ここでですね、俺のニンニク島田、このねニンニクオイル漬け、これも味ついてるんですよ、塩とか。もうすでに美味しい。これそのまま最後に入れてもいいんですけどね、もう一香り入れたいのでね、この段階で入れます。すげえいい匂いします。このニンニク他の料理いろいろ使えるので、ね、また他の料理で使っていこうと思います。はい、そして豆腐ですね。さっき聞いた木綿豆腐、これを炒めていきます。これ火を通すことによって木綿豆腐も多少柔らかくなるんですよね。なので、まあ、崩れにくいしいい感じに仕上がってくると思います。そして最後に先ほど作ったソース、これを回しかけます。回しかけた後は3分から4分そのまま蓋をして煮る作業ですね。炒め煮なんで煮る作業をしていきます。いってらっしゃい。はい、どうでしょうか。見てください、この色、このブクブク感、すっげーうまそうです。もうこの時点でキッチンはすごいいい匂いに囲まれてます。これ飲みながらやったらもうすでに2本ぐらいいきそうですね、ビールは。さあ盛り付けですね。うまそう、すでにうまそう。はい、完成です。豆腐と鶏肉の炒め煮。はい、それではいただきます。豆腐と鶏肉の炒め煮。まず豆腐からいきます。うま、これはビール泥棒、もう酒泥棒です。この木綿豆腐を使うことによってね、その絹ごしより崩れにくい。だからまあ僕は木綿豆腐は使った方がいいと、美味しくできると思います。うん。鶏肉。やばい、先にね、こう炒めてるとか焼いてるんでね、香ばしさもあり。で、豆板醤の旨味。あと島田のニンニクの香り、これで効いてますね。で、ニンニクもあの初めに、俺の塩でやってるんでね、すごく臭みとか全然なく、うまい、最高。これは、ビール1ダースいける。で、これ豆板醤ですね、辛い人、苦手な人はちょっと少なめに入れたり、辛いのがいいとか、まあこれから冬なんでね、体温まるんで辛いのがいいとか言う人は豆板醤多めに入れてね、味の変化を皆さんで好きなようにしたらいいと思います。これはうまいです。ぜひお試しあれ。これビールは取り出そう。人生が豊かになること間違いなし。皆様の日々のご飯のちょっとしたヒントになれば幸いです。コメント登録、よかったらいいねボタンよろしくお願いします。これは本当やみつきなる酒どうぞ。